スポンサー契約第1号は中国企業です2026年の愛知名古屋アジア競技大会の組織委員会は中国のスポーツ用品メーカー361ディグリーとのパートナーシップ契約に基本合意し調印式を開きました スリーシックスワンディグリーは2010年の公衆大会から4大会連続でアジア大会のスポンサーを務めていて、今回は最高位のプレステージパートナーの契約を結びます。契約額は非公表ですが、最高位契約の目安はおよそ20億円とされています。